皆さんこんにちは。これから東京家政大学の模擬授業を始めます。私は家政学部児童学科の堀志奈と申します。今日は赤ちゃん目線を体感しようとして、乳児、赤ちゃんの体の発達と乳児期の子どもに適した環境について考えたいと思います。授業については乳児保育2の授業になります。それでは始めます。本日の内容は乳児期の育ちの特徴として、乳児期の発達の特徴をまずは広く捉えたいと思います。続いて赤ちゃんから見える世界を皆さんに少し体感していただきたいと思います。さらに乳児の発達を踏まえた望ましい環境について考えていきたいと思います。それでは内容に入ります。乳児期の育ちの特徴です。まずここで皆さんに質問です。生まれたばかりの赤ちゃんはどのぐらいの力を持っているでしょうか。目は見えているでしょうか。耳は聞こえているでしょうか。皮膚や手の感触はどうでしょうか。皆さんはご存知ですか。さて答えです。まず目は生まれた時から見えています。もちろん個人差はありますけれど、まだ焦点は合いづらいのですが、人の顔の形状に関心を持ちやすい、人の顔が好きだということが分かっています。続いて今度は耳です。耳は実はお母さんのお腹の中にいる時から聞こえているそうです。聴覚は生まれた時には成人レベルに達しているとも言われています。皮膚や手の感覚はどうでしょうか。感覚はとても敏感で、柔らかさや温かなもの、また抱っこがとても大好きです。これ以外にも様々な力を持って生まれてくることが分かっています。小さく儚げな赤ちゃんですが、実はとてもたくましいんですね。生まれてから特に1年間は一生のうちで最も成長の著しい時期です。人生で最も大きく早く発育発達します。生後1年で体重は約3倍、身長は約 1.5 倍なんです。また先ほど見たように聴覚など感覚は敏感な一方で、視力などはゆっくりと発達するところもあります。成長は早いですが、生理的早産という言葉もあるように、大人の援助を得ながら環境にゆっくり適応していくのです。ではここで赤ちゃん目線を体感してみましょう。まずその前に視力について整理しましょう。胎児期から光は感じているようです。そして生まれてすぐに赤ちゃんはぼんやりとした世界にいます。黒や白などはっきりとしたコントラストに敏感です。首が座る生後3ヶ月頃になると焦点が合い始めます。その距離はおおよそ30センチほどで、まさに授乳の時や大人に抱っこしてもらう時の距離ですね。今日はここに赤ちゃんをご用意していますが、授乳の時の距離はだいたいこのくらいです。赤ちゃんはお母さんのお顔をじーっと見て授乳を受けていますけれども、この時の距離がちょうど赤ちゃんの焦点が合いやすい距離なんですね。この頃には色の違いや動くもの、じっと見るなどの中止などが見られます。お座りができるようになる6ヶ月頃には上下の感覚や奥行き、距離などの感覚が発達します。立体を捉えたり空間認知が進むと考えられています。その頃アイコンタクト、目と目を合わせる
ということも可能になっていきます。さてここで乳児期のお子さんの見え方を体感していただきましょう。まず4週間です。ほとんど見えないと思いますが、ぼんやりとした世界ですね。うっすらと色合いが出てきていると思います。生後8週間頃になると少し輪郭が見えてきたでしょうか。その後3ヶ月頃には全体像が見えてきます。6ヶ月頃になるとようやくアンパンマンの姿が見えてきました。もしかしたらアンパンマンが子どもたちに好まれるのはこうしたコントラストや顔の形なのだろうということが言われています。20センチから50センチほどの距離がよく見えるようです。先ほどもお見せしましたが、ちょうど赤ちゃんを抱き上げてお互いを見つめ合う距離ですね。また赤ちゃんを見てますと目の前に近づけて物を見ています。これは視力や見え方が関係していると言えるでしょう。これはあくまでもモデルですので個人差がありますが、これが赤ちゃんから見える世界なのです。先ほど赤ちゃんは人の顔が好きだとお話ししました。乳幼児の先行中止研究では最もよく見るのは文字や図柄ではなく人間の顔であることが分かっています。赤ちゃんは人の顔に注意が向くように生まれ備わっているのですね。これも人間社会で生きていく上で人との関わりを持とうとする一つの戦略とも言えるでしょう。赤ちゃんの視野はどのくらいでしょうか。ねんねの頃からハイハイの頃には赤ちゃんの視界は床から10センチから50センチほどの高さにあります。大人よりも随分と低い位置で世界が広がっているのですね。ぜひ皆さんもご自宅でハイハイをしてみてください。大人には思いもよらない見え方が体験できることと思います。またさらに子どもの視野は大人よりも随分と狭いことが分かっています。視野が限定されやすいのですね。授業ではチャイルドビジョンやまた実際にハイハイの高さを経験してもらうなどして赤ちゃんから見える世界を体感してもらっています。そうすることで赤ちゃんの生活に適した環境づくりを考えてもらっています。乳児期の子どもに適した環境をここで改めて考えてみましょう。赤ちゃんは聞く、見る、触るなど五感を通して世界を感じています。視力がゆっくり発達している赤ちゃんは聴力を手がかりにしています。つまり音ですね。また触り心地で楽しんでいるとも考えられており、五感を通して総合的に世界を捉えているのです。一方原色や黒や白など強いコントラストは目に入りやすい分刺激が強いため、保育者は服装などの色合いに配慮しています。このように環境から受ける影響はとても大きく、赤ちゃんの育ちを促すには適切な環境を整えることが大切です。環境というと様々なことが含まれますが、まずは身近なおもちゃから考えてみましょう。子どもを育む環境について改めて考えるとき、やはりまず安心安全であることが大切です。その先に赤ちゃんの興味関心を促す環境がとても大切です。おもちゃはそうした育ちを促す上で重要なアイテムだと言えます。おもちゃというと指向性、例えばプラレールが好きだとかお人形が好きだとかいうことがあると思いますが、乳児期はその時期の育ちに適したおもちゃを選びます。例えば手指、手指の発達など
今の育ちに適したおもちゃ、また興味や関心を促す半歩進めるおもちゃ、また触り心地やそれから音や色など五感を楽しむおもちゃがあります。例えば赤ちゃん絵本は、はっきりとしたコントラストで赤ちゃんの視力でも見えやすい配慮がされています。赤ちゃんのおもちゃも同様です。カラフルな色彩は赤ちゃんの興味を促します。また柔らかい素材、こうした素材は赤ちゃんに安心感をもたらします。またこのように音が出ることで耳でも楽しめるのです。素材も様々にあり、プラスチック、木製、布製、紙製など多岐にわたります。授業ではこのように乳児にとって大切な環境を考え、実際に手作りをしてもらっています。色や形、触り心地、見え方を考え、赤ちゃんが安心して楽しめるような環境づくりを考えています。このようにさまざまな工夫をしています。今日の授業はここまでです。赤ちゃんのことを少し知っていただけましたでしょうか。東京家政大学で共に学びましょう。大学のキャンパスでお待ちしています。